Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va faire la fin. いらっしゃいましたか。すみません。犯人の尋問が終わったばかりで、あなたたちにお知らせする時間がありませんでした。何かわかったのか。なんと言いましょうか。予想外のことが多々ありまして、誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした。適当なものにサーチェン様の格好をさせたところ、しばらくして向こうから食いついてきましたから。問題は、これは尋問が終わって分かったことですが、彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです。子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのか。それはなんとも。シティに入った傭兵はごく一部でしたので、多くはまだ外で待機しています。これから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きます。あなたたちも一緒にいらっしゃいませんか。いいぞ。ちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ。 Rassemblement et séparation. Début de la guerre. オイラブ、ここで間違いないのか。なんだかおかしいぞ。ここで間違いありません。ただどうして彼らが倒れているのかは。オヤブ、また誰か来たみたいだぞ。あのな、俺たちはただ金をもらって働いただけだ。ここまでする必要ねえだろ。逆恨みもいいとこだ。俺たちを雇ったのはこいつだよ。どうしたんだ。お前ら誰にやられたんだ。スラパリル、ルフィス。お前、あいつらの仲間じゃなかったのか。あいつら誰のことだ。空を飛ぶガキがいてよ、出会い頭にぶん殴ってきやがったんだ。しばらくしたら今度は緑の服の男が来て俺たちに質問をしていった。いや、ウィンフレッグドイソイソンツスギセイトビソレテテサクレコインシデンスケトゥルモンドソアパセパラフレッグドカメム。事情聴取は終わっています。背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の息子シワニです。OK、donc c'est bien le fils de Sachin。聞きたいことがありましたら、今ここで聞いていただいても構いません。この後彼らを全員逮捕して、教令院に連れ戻し、尋問。どうして人を雇って、サーチェンを拉致しようとしたんだ？決まってるだろ。20年もの間、あいつはどこで遊んで暮らしてるかもわからなかったんだぞ。もっとムカついたのは、あいつが事業を教令院に任せたばかりか。それをいつか気に入った天才に譲るだなんて契約をしたことだ。あれは本来僕のものだ。なぜ他人に譲らなきゃならない。僕にくれないというなら、あいつから奪ってやるまでだ。Enfin, techniquement, ça ne t'appartient pas, hein. C'est pas stipulé que ça appartient au fils de Sachin, hein. Vous avez pour idée de... そのまさかだ。あいつは影で試合を見てるって言っただろ。だから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにした。教令員が応じてくれないなら、あいつ本人に認めさせればいいだけのことだ。Damn. 僕がその天才だってな。Va falloir te calmer, monsieur, hein. Non, parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est ton père que t'es obligé de lui prendre tout ce qui lui appartient, etc. Vous avez réussi à le trouver? Yeah. あの老いぼれは隠れるのがうますぎる。今もどこかに隠れてこの笑い話を見物してることだろ。Genre, tu sens vraiment, c'est juste pour le profit, tu vois. C'est même pas pour le souvenir de son père ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est juste pour, voilà, la moula. C'est juste pour ça. Terrible. 20年前の時点で、すでにあいつは狂ってると思ってた。狂ったやつは、何でもできるからな。Que sais-tu du diadème de la connaissance?彩色の冠？はっ、あいつが教令員に寄付したあの冠のことか。Ouais, enfin, ce truc, si tu t'étais intéressé, t'aurais su qu'il était très important, quoi. c'est pas juste un petit diadème, quoi. あれはなかなか値が張ったな。当時あれを買うために、サーチェンは多くの事業を売り払ったよ。あれを買ってからというもの、家に幽霊が出るようになったのさ。収蔵室の前を通ると、たまに甲高い話し声が聞こえてくるという具合にな。それに、あの冠を教令院に寄付する以前、サーチェンは部屋に閉じこもって、
連日あれを研究してた。Il a forcément eu accès aux visions qu'on a vues le premier jour. あの時からすでにどうかしてたから、何をしててもおかしいとは思わなかったが。どうかしてたってどういうことなんだ？あの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないが、確か砂漠へ調査に出かけて、ある日やっと帰ってきたと思ったら、まるで人が変わったようになっていた。誰も理解できない言葉をブツブツと口にして、昼も夜も論文を書いてた。Après, ça se trouve, il était possédé par, par la personne qu'on a vue dans la vision. Nani o kaite ru ka nozoite miyou to shita kedo, oi dasareta yo. Sono go, aitsu wa kaita ronbun o motte mou ichido dekake, kaette kita nochi kyōrei-in to keiyaku o musundan da. Ima omoi kaeseba, are wa mou boku no chichi nado dewa nakatta no kamoshirenai. Saachen no kawa o kabutta.砂漠から帰ってきた悪魔だったのかもな。怖いこと言うなよ。そっとしたぞ。信じるかどうかは君たちの勝手だ。知ってることは全て話した。あいつが外で何を研究してようが、僕の目に映るあいつはただのクソ野郎でしかないとな。C'est une ordure à ses yeux, mais par contre, il veut quand même l'héritage. Non, parce que faut pas déconner, quoi. Ah, bah oui.Cet homme mérite des claques. 話は終わりましたか？それでは行きましょう。今回の件の首謀者は逮捕できました。情報提供ありがとうございました。まだ何か心配なことはありますか？Le diadème de la connaissance。そうだな。アルハイゼンのメモにもあの冠のことが書いてあったし。アルハイゼン様もこの件に注目していらっしゃるのですか？一つ考えがあります。冠に問題がありそうなら、主催者に連絡して試合を一旦中止させ、詳しく調べた方がいいかもしれません。そうだな。それじゃあ早速メイン会場に戻ってこのことをカリーナに伝えようぜ。カリーナ、はあ、やっと戻られましたね。探しましたよ。どちらへ行かれていたんですか？第3ラウンドの試合はもう始まっています。サーチェを狙った悪いやつを捕まえに行ってきたんだけど、いやいや、それはどうでもいいんだ。彩色の冠に問題があるかもしれなくて、ちゃんと調べたいんだ。彩色の冠に問題が？20年もの間試合のたびにあの冠を使っていましたが、何の問題もありませんでした。どこからそのような情報を？ De nouvelles informations émergées à son sujet。これはとても重要なことですから。実を申しますと、第3ラウンドの試合が開始する前に彩色の冠をマウティーマチューリンに置いてきたのです。Elle a vu tout le monde. Ah, parce que c'est dangereux quand même. 第3ラウンドの試合内容はまさにマウティーマチューリンで冠を見つけ出し、それを指定された台に置くことです。最初に冠を配置できた人は4ポイントを獲得できます。Ah, donc en gros, c'est open bar quoi. C'est tout le monde peut prendre le diadème. Ouh là là, je sens que Scaramouche il va. Là, bizarrement, je sens qu'il va s'activer pour piquer le diadème. Je sais pas pourquoi, mais. ここまで参加者の得点に大差がないことを踏まえると、最初に冠を置いた人が最終的なチャンピオンとなる可能性が高いでしょう。ですから、今回の試合は激しい戦いになると推測しています。今から向かっても間に合わないかもしれません。本当は SEU。冠の位置をマークしますので、直ちに現場へ行って状況を確認してみてください。どう？今すぐ出発しようぜ。おかしいな。マウティーマチューリンの影響のせいか？アラートデバイスはしばらく使えないみたいだ。直接冠を探しに行こうぜ。どうして今回だけこんなことに。まあ、c'est bizarre、hein. Surtout que bizarrement on y participe、hein. C'est étrange quand même. Drôle de coïncidence. あれ、ここには何もないぞ。まさか、もう誰かが冠を取っていったのか。終点で待ってみようぜ。まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。
士もついたみたいですね。はっ、はっ、はっ、うわ、くぬい。の機械装置壊れちゃったみたい。試合は白熱してきたな。おや、川辺選手は遅れてやってきたようだ。中で喋るな。君なら私を失望させない。わけがわからないぞ。妙だな。ついに私の財産を受け継ぐ者、私の研究を受け継ぐ者が現れた。さあ川辺、いい子だ、私のところに来い。どうして僕の名前を。あなたは一体誰なんだ。私はサーチェン、もちろん正確にはサーチェンの意識のかけらの一つに過ぎないが、実に不思議な絵にしだ。君を見ていると昔会ったある人を思い出す。だが君の信念は彼より強く、世の真空を熟知している。子供たちよ、私たちは初めて会うが、これから話すことはとても大事なことだ。ぜひその証人となってほしい。今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた。教令院には多くの記載がいる。だがあえて後継者を一人に絞るとしたら、私は君を選ぶだろう。カーベ、君が優勝したからというだけではない。あなたが僕と。そうだ、私たちは共に哀れな理想主義者であり、それこそが私たちの苦しみの源だ。28年前、私は砂漠に行き8年間も暮らした。そこで何を見たと思う。戦争、殺し合い、水源の奪い合い、キャラバンからの略奪、民衆に対する搾取、それらは一日たりとも止むことはなかった。防砂壁の外側の世界は私の思い描いていたものとは完全に異なっていたんだ。見てきた全てのものに苦しみを感じた。だからこそ彼らを救う道を見出したいと切に願ったのだ。それで答えは見つかったの。私は陰論派の学者だ。当然陰論派の知識に答えを求めた。私は歴史を研究し社会を分析した。人間性に関する実験を数えきれないほど行った。ついには砂漠の奥深くで失われた学派を自称する学者とも接触した、そして答えなど最初から存在しないということに気がついた。
過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない。罪とは人間の性に刻まれたものなのだから。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。これは人間の力では逆らうことのできない必然なのだ。Je pense qu'il a joué à Nier. Ouais. いかにして歴史から教訓を得るかを研究してきた。だが皮肉なことに、歴史からは何一つ教訓を得られず、全ては悪くなるばかりだという結論にたどり着いた。学んできたことの意味がわからなくなった。重くのしかかる虚無に、私は生きる気力を失い、自らの命を絶つことにしたのだ。だが、偶然にも、私は意識の一部を保存できる、この冠を手に入れた。私は自らの経験をその中に書き込み、教令院に財産を預けることにした。やはり、あなたが教令院と結んだ契約は、いわば遺言だったんだな。この世界に絶望したというなら、どうしてまたこんなことをした？言った通り、私は数多くの人間性に関する実験を行ってきた。教令院なら天才にはこと欠かない上、どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き、世界を正しい方向へと導いてくれる者がいつか現れる。そう私は願っていた。Ce ne serait pas pour ça que Naïda voulait que Scaramouche participe? Pour entrer en contact avec Sachin, justement? Par rapport à tout ce qu'il a étudié, à tout ce qu'il a vu, etc. C'est-à-dire, à la fin de la journée, le Keshoshi est un tensai de Ari Nagara, Jojin no Kurushimi o Likai de Kiru Ningen de Nakereba Naranai. Demo, Kou Kangaita Kotoa Naika.富は人間の心を麻痺させ、外部の苦しみに対する感覚を失わせる。あなたの財産を継承した理想主義者が、必ずしも、その意志を最後まで貫けるとは限らない。君は賢いな。だが私にはわかる。君は私の考えを理解できる類の人間ではない。私にとっては、これも実験の一部であり、人間性に対する考察なのだ。Il a raison aussi, vu comment Aletam s'entend avec Kaveh. On l'a vu. Même des fois, il a du mal à comprendre sa façon d'agir, sa façon de penser. Oui. 継承者が私の研究で苦しむのか、あるいは偽りの快楽に溺れるのか。どちらにせよ、私の研究には進捗がある。C'est un peu moyen ça, ce chino. Watashi wa sekai no honshitsu ni itami o kanji, sono omokurushii rekishi o nageita. Soshite, suikou dekinakatta kenkyuu e no miren mo. Et du coup, tu veux faire porter le fardeau à quelqu'un d'autre. Moyen. Moyen, moyen. Dakara Kaabe, itoshiki koyo, kimi wa watashi no tame ni iru. Ouais. Non.本当に全てを僕にくれて、その上好きにしていいと。Je sens pas。私は自分の目を信じる。冠をいただき、私のためにこの道を最後まで歩んでくれ。J'ai l'impression qu'il se sert de lui là. J'aime pas ça。この結論は君を苦しめるだろうか。それとも多くの富が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ああほう、もういいだろ。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。終わったのか。
J'aime de plus en plus Kabe, j'avoue que sa façon de penser, tout ça, sa personnalité, j'aime beaucoup. Kabe. Il mérite des pas de patte cet homme. Il mérite. Daijoubu? Taichou wa dou? Boku wa daijoubu da. Arigatou, Tinari. Shinpai wa iranai. Le pat pat pour Kabe. Oui. Mori shinai de. Kabe-san. Kanmuri wa Kabe senshu niyotte tataki kousareta ga, その前に彼は試合目標を達成した。ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として、カーベ選手はサーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか？さっきも言っただろ、この世界が良くないというなら、彼の残した事業でそれを変えればいいじゃないか。あ、c'est tellement bon. Vraiment, mais quel homme. 単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。あ、clairement. わかった。書記官としてこの件を資料に記録しよう。これから財産の具体的な使途については、大会が終わった後に賢者から連絡が行くだろう。Kabe MVP. Mais tu sens Kabe, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, etc. Ça vient vraiment du cœur, tu vois. Y a pas de mauvaises intentions derrière, non. Et c'est la raison pour laquelle lui se met dans la merde, contrairement à Bennett qui lui est juste malchanceux. C'est ça. Ça me fait trop de la peine. Les personnes qui sont comme Kabe et que tout le monde utilise, tout le monde. Non. Ça fait mal. Il mérite pas ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et pourtant, les gens, ils s'amusent, entre guillemets, à les pourrir. Ça me tue. Justement, quand vous voyez qu'il y a des personnes qui sont comme Kabe, en fait, qui ont vraiment le cœur sur la main, enfin, faut tellement les chérir, en fait. Je ne sais pas si ces personnes ont été correctes ou non. Je ne sais pas si on peut le faire. Je ne sais pas si je sais.全てをここで止めれば、参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも誰かがこのトーナメントに参加する。でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。だからここまでにするんだ。これ以上広げちゃいけない。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが、大丈夫。この責任は僕が背負えばいい。ça être humain putain. Oh là là. Kabe le best. Clairement c'est le best. 僕にとってこれでよかったんだ。僕にもこれしかできることはなかった。よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と理想を述べたんだ。おう、あれ、痛みけだか。俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。はい。ただ、プライドがそれを認めることを許さないだけだ。C'était trop beau. Mais il a essayé quand même de comprendre Kabe. Quand même. Ça avance. C'est pas mal. でも、君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しよう。Rectification qui a été d'accord deux secondes avant une réplique cinglante. C'est ça. Ah bah sinon ce serait pas l'état avant. Bah oui. は？勘違いするなよ。誠意のない賞賛なんかいらない。Il est pas dupe, Kabe. Il est pas dupe.それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ。カーベさん、おめでとうございます。授賞式に出る準備をしておいてくださいね。授賞式はメイン会場でやるらしいぞ。戻って見に行こうぜ。選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、今
回の学院トーナメントは無事終了しました。イエーイ。これより優勝した河辺選手にご登壇いただき、授与を執り行いたいと思います。本来はここで河辺選手に冠をつけていただき、賞金をお送りする予定だったのですが、先ほど入った情報によりますと、河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎ、そしてそれらをすべて寄付されたそうです。C'est tellement bon, oh là là。サーチェンの資産を寄付？あんな大金、よくそんなことができたな。河辺選手の慈善的な行いのおかげで、多くの貧困に苦しむ家庭が運命を変えるチャンスを得られるでしょう。冠も賞金もなくなってしまったので、授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手、何かご感想をいただけませんか？皆さんも私と同じように、これだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうから。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある。彼も僕も決めつける資格なんてないんだ。 Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais cet homme? Si oui, c'est pas grave, mais sinon, j'aime cet homme. でも、そういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから、ここでは割愛する。他には特にないな。ではこれで。どうもありがとう。Ce genre de personne, t'as trop envie de lui faire un câlin et dire t'es un bon mec, t'es un bon. Ah, Kobe 選手、少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ商品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。あ、どうぞお受け取りください。La fameuse carte。また、チャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されます。今後、河辺選手が教練員で研究課題を申請する際、ああ、確かに受け取った。でも、課題とかそういうのは大丈夫だ。それでは、授賞式はこれにて閉幕とします。河辺選手に再び盛大な拍手を。おめでとう。やっぱり理解できないわ。あんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに。天才の発想を理解するにはお前はまだまともすぎるということさ。さあ引き続き学院フェスを回ってみよう。Je comprends pas, je veux dire, Kakave il pense normalement, puis c'est quoi une façon de penser normale déjà? やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ。Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a de normalité? Oui, bah oui.Là, les deux personnages qu'on a vus, là, ils étaient en train de penser, mais en fonction de leur propre vécu. Ils sont pas du tout objectifs, rien du tout. C'est pour ça qu'ils n'essayent pas de comprendre Kave. Je dis pas qu'ils doivent forcément être d'accord ou quoi que ce soit, mais prendre du recul et essayer de comprendre en fonction du vécu de la personne. Pas faire en fonction que de nos principes, mais regarder aussi les principes des autres, etc.Ce qu'ils n'ont pas fait là, clairement. C'est... pas du tout. Les gens ne savent pas reculer, ils trébuchent à chaque fois. j'avoue, c'est dit comme ça, effectivement. ah, ils n'arrêtent pas de trébucher, c'est limite, je pense qu'ils restent, ils restent par terre. Hein, c'est... Ouais. Ah, y en a, ils n'arrivent pas à se relever et. Non. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps.あんまり嬉しくなさそうだな。とにかくお前はチャンピオンなんだから、もっと胸を張ってていいはずだろ。そうだな。そうだ、
セノはこの限定カードが欲しいって言ってたな。今まさに僕の手にあるわけだが。イヴァルイドね。あげちゃうのか？珍しいカードなんだろ？一儲けできるじゃないか。あらら、パイモン。あら、パートヌスコンダディーよ。はい、はい。ただのカードだぞ。できるわけないだろう。僕が持っててもしょうがないんだから、セノにあげるさ。よく。おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。さ、一緒にセノのところへ行こうぜ。え？僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。セノ、何を見てるんだ？まだサーちゃんのことを考えていた。何か用か？ほら、七星召喚のカードだ。僕より君の方が必要かもしれないと思ってね。これは限定カードだ。譲ってくれるのか？当然だろ。僕が持ってても仕方ないんだから。いいか、これは限定カードなんだぞ。カーベ、何かトラブルでもあったのか？こんな方法でなくとも言ってくれれば助けてやる。まあ、そんなんじゃないぞ。自分のトラブルは自分で解決する。このカードとは関係ない。そうか、それでは遠慮なくもらおう。だが、お前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだ。うん、こうしよう。前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれ。そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。どれだけの価値があるって言うんだ？少なくとも100万もらわする。あい、いくらだって？100万もら？少なかったか。ならもう少し上乗せしてもいい。こんなカード1枚が100万もら？でも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。なんかキラキラしたやつを。全てにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗でレアじゃないものもある。そういえば大魔ハマトラの収入も低くはないはずだな。君の金は全てこんなところにつぎ込まれているのか。でもやっぱりやめだ。友達から金をもらうなんてちょっと気が引けるよ。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買ってきた。さらにもう一枚買い取ったところで大して変わらない。なあ、本当に趣味のために貯金を全部使う気か？趣味とはいえどうすぎないようにな。特に衝動で借金なんてするんじゃないぞ。経験があるような言い方だな。さぞ苦労したんだろう。まあ、この話はもうやめよう。だったら俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよレアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に参加した目的が達成できた。この後、金を下ろしてくる。Il a réussi à placer sa réplique, oui. On l'applaudit, oui. わかった。じゃあ、僕もこれ以上遠慮しない。これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだ。それどころか、少し手元に残るかな。これぞハッピーエンドってやつだよな。そういえば、他の参加者はどうしてるんだろうな。特別評論員として他も見てみようぜ。服を選びたいならわしのアドバイス通りにすればよいぞ。当時の教練員でもわしのコーデは最高にナウイと評判だったんじゃ。本当か？それじゃあお願いしようかな。ファルザン先輩。ファルザンにニーロ、それにディシアとキャンディスまで。キャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだ。ふーむ、一回りしてみたもののわしに馴染みのあるスタイルはなかったな。単色の生地に
赤とピンクのお花を刺繍するじゃろ。ちょっと待った、それ本当に流行りのスタイルなのか。なんだかお年寄りが着るもののような。 Et c'est le coup dur pour Farouzane。 安心せい、クラシックというのはな、決して時代遅れにはならんもんじゃ。いやいや、いくらなんでもその、まあまあ、ファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよ。でも今は新しい選択肢もいっぱいあるの。もしよかったら私が選んでもいい？せっかくみんなが一緒にいるし、キャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだから。お買い得なお店いくつか知ってるの。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。はあ、若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからの。ファルザン先輩、ちょっと来て来て、先輩いるんだけど。お前は？私たち教練院に入学したばかりなんです。大会で先輩のご活躍を目にして、それでお聞きしたいことが。うん、もちろんじゃ。ぜひ参加を申し込んでくれ。うっそ、待ちきれないんだけど。先輩の専攻って何系ですか？わしはシロン派じゃ。おい、でも先輩って機械に詳しい系じゃないんですか？あ、よく考えてみたら先輩確かにチロン派の代表ですもんね。でもチロン派の授業ってつまんない系ですよね。ごめんね先輩、別の授業を開いてくれたら絶対参加するから。じゃね。はん、分かっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、私先輩のことすごいなって思ってるんです。選択科目は先輩の授業にします。学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですが。ほう、良い子じゃ。お前さん良い子じゃの。安心するがよい。その時はできるまでちゃんと指導してやるぞ。ありがとうございます先輩。それでは失礼します。授業の時にまたお会いしましょう。バイバイ。何だったのかよくわからないが、いいことだったんだよな。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか？おお、レッツゴーノブスキン。まあ、すれびゃんぽんしょんじゅスキン、あんぷうかんめん。すれくる。ごめんな。もうカーベとご飯の約束をしちゃったんだ。それまでに他の人も取材しなきゃいけないし。あ、そうだ。カサッチとレイラを見なかったか？カサッチ選手？あの人がどこに行ったかはわからないけど、レイラさんならさっき見かけたよ。メイロン派の学生さんたちと一緒にいたから話しかけられなかったんだ。メイロン派の学生か。投票でレイラを試合に参加させたやつらだよな。うん。レイラは優勝できなかったわけだからな。あいつらどんな態度でいることやら。スメールシティに来る機会があんまりないなら、あえてクラシックな柄がいいと思うの。流行に左右されづらいもの。それに服は着るものでしょ。生地のこともちゃんと考えないと。見た目が綺麗な布でも着心地があんまり良くないのって結構。わしも賛成じゃん。ファッションや流行などというのはそもそも繰り返すものなのじゃ。その先輩の言うスタイルがまた流行るのはまだまだ先のような気がするけど。でも私はファルザン先輩のおすすめは素敵だと思いますよ。そうじゃろ。やっぱりお前の方がよくわかっとるの。複雑な柄を刺繍するならもっと針仕事を練習しとかないとな。あ、でも私ってもう中の上くらいは器用だよな。やはりクラシックが一番じゃ。ふふ、イシアとキャンディスさんは背が大きいからね。似合うコーデはいっぱいあるけど、
この辺りの服はどれもふわふわしていますね。もっと実用的なものはないでしょうか。みんなごめんなさい。第3ラウンドでもっと活躍できてたら。もうやめて。あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら、参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ。試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した唯一の選手なんだろ。それに第3ラウンドだって冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ。それは運が良かっただけで。そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵ゾロイだったんだから。かの有名な正論派のティナリに、大マハマトラのセノ、みんなすごい人たちだったじゃない。En soi, Layla s'est bien débrouillée, hein. 彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ。他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわ。ありがとう。でも私はそんなんじゃないよ。第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃって、いつの間にか機械のそばにいたんだから。あんまり謙遜しすぎないで。みんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだから。ほら行きましょう。元気を出して。レイラの方もうまくいってるみたいだな。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな。本当によかった。失望させちゃわなくて本当によかった。やっとぐっすり眠れる。お金は足りる？節約しておいた方がいいよ。安心してくれ。正確に計算したんだ。絶対に予算を超えてないぞ。これまでに何度もご馳走になったんだ。今度こそ。旅人パイモン、こっちだ。来たぞ。美味しそうなものがいっぱいだ。さっき他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけど、どうだった？ファルザンは新しい教え子ができたし、レイラも同級生たちの期待に応えられたみたいだ。でもカサッチだけは見つからなかったな。どこに行ったのかもわからないけど。アルハイゼンのやつもいないな。せっかく今日は機嫌がいいからご馳走してやろうと思っていたのに、まさか姿も見せないなんてな。あいつめどこにいるんだ。だいたいあのメッセージは。まあいいか、先に食べるとしよう。Vous partagez un délicieux repas ensemble. 冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ。今思い返せばそんなに驚くことじゃなかったけど、あの時は少しくらいためらうかと思ってた。冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだ。彼の絶望と恐怖がずっと僕の頭の中に渦巻いていた。彼はそうした思考を絶えず頭の中に送り込んできて、それはまるで僕の精神を制御しようとしてるみたいだった。頭痛もだんだんひどくなる一方だったしね。前も言ったように彼の見解に価値がないとは限らない。でも人を不幸にしてしまう研究なんて存在しない方がいいと思ったんだ。もし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を苦しめるようなことがあれば、マハマトラが介入して禁止させる。君のやり方は間違ってなかったと思うよ。もう一つやり方があったとすれば、研究を継承するふりをして財産を手に入れたら放棄する。サーチェンの理論や実験を評価するつもりはない。でも彼の選択は僕からしてもそんなに悪いものじゃなかったと思うよ。そうかもしれないな。僕は他人の資産を受け取った以上、約束したことはちゃんと果たすべきだと思ったんだ。C'est pas faux. それ
すっごくいいことだと思うぞ。カーベさんが誠実な人だってことだから。C'est un bon, Kaveh, c'est un bon. ありがとう。本当にありがとう。幸い、今はアルハイゼンもいないからな。でなければまた嫌味を言われていたところだ。Le connaissant。カーベさんって、いてもいなくても、いつもアルハイゼンさんの話をするよな。うん。もう毎度のことだからね。諦めたよ。何を言ってる？アルハイゼンはもういるじゃないか。いるってどこにだい？どうして教えてくれなかったんだ？いる。みんなの心の中に。なんて怖い話なんだ。僕は心底ゾッとしたぞ。食べる前に言われなくてよかったぜ。じゃなきゃご飯が全部冷めちゃってたかもな。あの男の話はもうよそう。そういえばティナリ、試合に参加した目的を達成できたのか？第一ラウンドでもう達成したよ。なかなかの宣伝効果だったんじゃないかな。あっという間に広まって、こんなにたくさんの人が普及講座に申し込んでくれたのは初めてかもね。ちなみに来月は空いてるかな？僕にできることがあるのか？正論派が扱っているものについては何も知らないぞ。君の得意分野でいいよ。例えばウリンにおける建築の特徴とか、森を切り開いて建物を作ってばかりじゃいけないとか。ああ、それなら問題ない。来月は時間を作っていくようにするよ。みんなお腹の具合はどうだ？追加の注文は大丈夫か？私はお腹いっぱいだ。ごちそう。オイラもお腹いっぱいだ。毎日こんなごちそうが食べられたらいいのにな。時間があるときはなるべく集まるようにしよう。どんなに忙しくてもこうして友達と会うのは大事なことだからな。このみあ、他の候補としてもう何軒か探しておこう。他にも美味しい店があるのか？オイラたちのこともお忘れないでくれよな。カーベ、これからどうするんだ？これが終わったら一人で恐竜院に行こうと思っていた。別に急ぐわけじゃないが、どうかしたのか？OK、attendez, on va leur parler。みんな暇そうだな。七星召喚をやらないか？おや？手に入れたばかりの限定カード、もう見せびらかしたくなったの？見せびらかすんじゃない。これは世話になった例だ。このカードを一番に拝む権利があるのは最も親しい友人だけだぞ。いいよ。でも自分のデッキは持ってきてないから借りてくるね。師匠、実はちょっと前に。え？勉強の時間をカードゲームに費やしたりしてないよね？ Oh, no. まあまあ、そう厳しくしてやるなよ。興味関心が一番の先生だってよく言うじゃないか。Effectivement. Il n'a pas tort. Est-ce qu'on peut leur parler à... Kaabe の借金はいつになったら返済し終わるんだろう。彼が自分で何とかしないとね。Soutien à Kaabe. 今日はうまく注文できたな。浪費もしなかった。おっと、そうだ。もう何品か注文して持ち帰るか。ここ数日は勉強しなくてよかったから楽だな。でもこれで課題が遅れたりしないよな。ん？待てよ、やばい。前回どこまで勉強したっけ？イサバリー、これいたけっぱ。この限定カードを加えることで俺とデッキとの絆は市場の高みに達する。これは最近使った金の中で最も価値のある出費だ。どうやら今回の学院トーナメントは無事に幕を閉じたみたいだな。サーチェンと冠のことも解決できたし、
もう心配なこともないよな。Les recherches de Sachin. そういえば、あの時サーチェンは全部の研究をあーなんとかにって言ってたよな。言い終わる前に壁に砕かれちゃったけど、もしそれが場所でサーチェンの研究がそこにまだあったら、誰かが見つけちゃうかもしれないよな。Le village d'Aru? アール村か。サーチェンは砂漠でいろいろ研究をしてたって言ったよな。うんうん。それじゃあアール村で運試しと行こうぜ。まさかここで会うとはな。アルハイゼン、どうしてここに？それにお前が読んでるのってまさか。サーチェンの研究資料だ。資料を整理していた時、サーチェンの生涯について見つけたんだ。そうでなければ評論員を請け負うことなんてなかっただろう。サーチェンの意識の断片と相対して。その資料はもう読んだのか？大丈夫か？どこか具合の悪いとこはないか？何か誤解しているな。サーチェンがあの大建築家を継承者に選んだのは、資料に記録された災難と人間性に共感できたのがあいつだけだからだ。共感して初めて人は苦しみを覚える。過去への無力を感じ現在に迷い、共感する力は諸刃の剣なんだ。その点において明らかに俺とサーチェンは異なるタイプの人間と言える。共感が過ぎる人間というのは友人も多い。広い社交の輪は彼らに社会的利便性をもたらすが。お、なんでだ？真に重要とされることにおいてはどうしても他人と関わるのを避けられない。目的を達成するためには他人と敵対することも覚悟しなければならないが、それは誰もが耐えられることじゃないからな。この資料に書かれた客観的で沈鬱で負の側面が強調された全てのものは、うん、読んだ感想はそれだけなのか？学者としてサーチェンは紛れもない天才だ。彼は世界の暗黒面を人間性のせいにした。そして多くの実験を行い、基本的に信頼できる、いや正確な結論を導き出した。うん。じゃあ本当にあいつの言う通り、悪いのは人間で。これは俺が答えるべき問題じゃない。しばらくすれば別の誰かが来るだろう。ただ言えるのは、世界は正確さだけで成り立っているわけじゃない。単純な正確さが意味をなさない時もある。Effectivement. Je suis d'accord avec lui. C'est quelques phrases qu'il y avait dans vos notes. Que signifiait ce texte en écriture ancienne? 大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。選択によって理想を追い求める者は幸福が皆に訪れることを祈る。たとえそれで自分自身が排除されるとしても、俺はかねてよりその類の理念を認めていない。自己犠牲によって強引にハッピーエンドをもたらそうなどと。だが残念なことに、どんな観点でも支持する者はいる。そして性格は運命を決めるんだ。さてここに来た目的は達成したから、資料は君たちに預けよう。待てよ、こんなものを見るためにここに来たのか？そのせいでお前はご飯を食べそびれたんだぞ。La description totale de KV. Ouais, c'est ça. Ils cherchent le bonheur pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Gohan. そうか。だが想定内だ。確かに、会食をするにはいいタイミングだったからな。そうだぞ。今日はカーベのおごりだったんだからな。あいつなら、包んで持ち帰るくらいはするだろう。じゃあな。でもなんだかアルハイゼンはあの資料に影響されなかったみたいだ。これからオイラたちの質問に答えてくれる誰かが来るって言ってたけど、
vous attendez à côté des notes de recherche. Ah, tiens, tiens, tiens. Tabibito ni paimon, mo tsuite ita no ne. Nohido, sore ni kasachi. Masaka kasachi ni gakuin tournamento ni sanka suru you tanonda no te. Nai. Ee. Watakushi datta no. Odoroita kashira? Un petit peu, pas vraiment. Non, soit pas vraiment. Moshikashite, kanmuri ni mondai ga aru tte Nahida wa saisho kara shitteta no ka? Moshi sou nara, kanmuri wo surikaeru toka dekitan ja. Saachen no genkyu sono mono wa oyamari dewa nakatta mono. Kare wa issho wo tsuiyashite genkyu wo tsuzuke, saigo ni wa kono shiryou wo tsukuri ageta. Kore wa masani kare no chie no kesshou yo.この資料がトラブルの種になる可能性は心配だったけれど、サーチェンが真理を求める中でしてきた努力を消したりはしないわ。だからカサッチにトーナメントを見張ってもらったの。今はもうその呼び方をする必要はないだろう。Oui, j'avoue. L'appeler le type au chapeau, bon. だって素敵な響きなんだもの。ね。Le pauvre. 話を戻しましょう。もしサーチェンの選んだ人がこの研究に耐えられなかったり、これがより多くの人を苦しめることになりそうだったら、この子に介入してもらうつもりだったわ。Mm. Et surtout profiter du café. Le café, les biscuits. Oui. 結局、サーチェンが選んだやつはこの研究に目もくれなかったね。本当は人との付き合い方を学んで欲しかったのだけれど、あんまり効果はなかったみたいね。あ、さあ、oui, non, effectivement, ça a pas très, trop marché. そんなことする必要ないよ。古い借りをまだ返してないんだ。新しい借りなんて作りたくない。ナヒーラ、さっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよな。そうね。この比喩を使いましょう。一部の人はキノシシの背にあるキノコだけを見て、一部の人はキノシシの体を見て、キノシシはイノシシだという。Effectivement, mais faut voir l'ensemble. また別の人は本質を見透かしたと思い込み、キノシシは獣肉だと言い放つの。これらの結論にはどれも正しい一面があるけれど。わかったような、わからないような。世界も同じよ。私を含め、その全容を理解できる人はいない。私たちは皆、真理を追い求める道の途中にいるの。限りある知識の境界線の内側に、ある人は世界の美しさを盲信し、ある人は世界の醜さを知っている風に語る。実際のところ、重要なのは世界の今の姿じゃなくて、人々がそれをどのようにしたいかなの。もちろん、私は一人一人に何かをするよう強いたりはしないわ。結局のところ、あらゆる知恵を導き、力を発揮させることは、知恵の神である私の責任だから。C'est intéressant ce qu'elle dit, mais je pense que quand même le monde actuel doit être important. Pourquoi ? Parce que ça reste la base de ce que va devenir le monde après. Donc, faut forcément agir sur le présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Gocha gocha to go kousetsu o tarete kureta kedo. Kekkyoku kono shiryou wa dou suru tsumori dai ? Kono shiryou wo keishou shita Kaabe wa sono kakusan wo nozonde inai. Dakara.この主なき資料は封印するわ。でもサーチェンの研究はある種の消極的な知恵として真理を構成する一部でもあるの。もしこれからサーチェンが歩んだ道を通りたいという人が現れても、陰論派の後輩がいつかサーチェンの理論を理解できるようになった上で絶望を乗り越える方法を見つけることを期待しましょう。陰論派にそんな奴いるわけ。待て。僕を陰論派に残しておくつもりじゃないだろうね。Je pense que Naida continuera toujours de penser en mode croissance d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et du coup, de voir autant le futur que le présent sans obligatoirement vouloir y mettre son grain de sel.
sauf quand il le faut. Pas faux. C'est vrai qu'à chaque fois, elle voyait ce qu'il y avait en avant, tu vois. Ah, 学者になった覚えなんてないよ。 君の目に映る僕は利用価値のある囚人でしかなかったはずだろ。また始まったぜ。あら、スメールでは囚人にも教育を受ける権利があるのよ。陰論派で勉強して自分の因果に正しく向き合い、過去の古い借りを清算することを学んでほしいの。ドキは étudier là。最終的にあなたの出した論文を私が自ら審査するわ。OK。ちゃんと真面目に取り組んでね。La pression un peu。Rassemblement et séparation. C'est terminé. 20 年前、教練員はサーチェンの資産を手に入れたばかりだった。まるでその巨額の投資を祝うように、その年の学院祭は特別盛大に行われた。あの頃僕はまだ幼かった。シティを歩いていたら、あちこちに学院トーナメントのポスターがあって、父さんは、じゃあ父さんが優勝して、冠で遊ばせてやろうかと聞いてきたよ。僕は嬉しくて、一生懸命うなずいた。でもその試合で父さんは冠を手に入れることはできなかった。その後父さんは砂漠へ調査に行くと言って家を出た。そしてしばらくもしないうちに、リュウサに。どんなに経っても、僕はこのことを思い出す勇気がなかった。Votre père a peut-être eu cette chine cette année-là. Ne pas mentionner ce que vous avez trouvé lors de votre enquête. Oh, oh non. Oh, c'est terrible. Faire un choix là. Peut-être mieux pas mentionner. Parce que en soi, on sait pas s'il a vu cette chine dans tous les cas. Je dirais de pas mentionner. Je pense pas que ça change grand-chose quand on lui en parle. Non, non, non. Ne pas mentionner ce que vous avez trouvé lors de votre enquête.すまない。まだ学院トーナメントのことを考えてたんだ。ミノン。なんだか悲しそうだけど、本当に大丈夫か？大丈夫さ。もう過ぎたことだし、人間は前を向いてなきゃならないんだ。Après avoir dit au revoir à Kaveh, vous promenez un moment. 会食の時どこへ行ってたんだ？君に報告する義務はないと思うが。まさか、またどこかで本でも読んでたのか？君もいい加減生き方を変えるべきだと思うぞ。そうか。君のおごりで生きていく方がよほど難しいと思うぞ。はい、たん。君ってやつは想像に固くないぞ。どうせサーチェンのことを調べに行ってきたんだよ。あのメモを見ればわかるさ。あいつのやり方は本当に気に食わない。君の。確かに君の観点も嫌いだ。でも君はサーチェンとは異なるタイプの人間だし、興味なんてものは置いておくとして、サーチェンは一人の力でこれだけの規模の実験結果を残した。それと褒めてくれてありがとう。ただ俺は院へ行く途中というだけで、君のそういう話を聞きたかったわけじゃないんだ。やれたりたむあれっ。おい、学者にとって理念を討論するよりも尊い話題ってなんだ。俺の知る限り、君の言う気に食わないサーチェンは20年前に君の父親と会っていた可能性が高い。あ、なんだって、まさか、いや、そういうことか。だからサーチェンは僕を見て懐かしさを覚えたのか。父さんが砂漠へ行ったのは。おそらくそうだろう。冠を壊してよかったよ。これからはこんなことももうないはずだ。知識の境界線は遠く外へと伸びている。将来必ず同じことを研究する人間が現れるだろう。陰論派にとってそれは合理的な研究方針だ。また君の講義が始まったのか。たとえ本当に君の言う通り人間が知識の罠に落ちやすいとしても、必ずし、それに一部の個体と全体の行動は
必ずしも一致するものではないんだということも君は認めなければならない。サーチェンは極めて特別なケースだったんだ。C'est bien utile de pas le dire du coup. Mais du coup, ce que je comprends, c'est soit c'est nous qui disons tout, soit c'est Aletam du coup. Et vu que j'ai pas dit, on a le dialogue avec Aletam. Kare o tometa kimi mo, mata sou daro. Koroshi no arasoi jitai wa tokubetsu na mono da ga, ima no jidai ni kagitta koto janai. Kimi mo itta janai ka, ichibu no kotai da to.誰もが君のような選択をするわけじゃないと。それでも僕は自分の論点を諦めない。僕を説得しようとするな。構わない。俺たちは長いことこうした言い争いをしてきた。今さら分かってもらえるとは期待していないさ。教えてくれてありがとう。何？教えてくれてありがとうって言ったんだ。おい、聞こえてないふりをするな。わざとやってるだろ。感謝がしたいなら普段の3倍は誠意を見せろ。アルバタさあもう一回だ。あー、les deux sont pas possible。どうです、サングマハベイ様の協力の甲斐あってあなたたちも何か気づきましたでしょ。つまりサーチェンはまったくいい人なんかではなくて、それどころかあの彩色の冠にも超絶問題があるということですわね。En effet, ce qu'on a découvert nous aussi. ああ、だらららららら、ら。それではあなたたちも何か行動を起こすべきではありませんの。例えば、この情報を教練員に伝えて、さっさと彩色の冠を。手放させるとか。もうこのことは教練員に伝えたんだ。でも。でも何です、あの冠はカーベが壊しちゃって。なんでさった。落ち着けよドリー、そんなに取り乱すことか。Beaucoup de développement、de personnages. Pareil, les interactions avec les persos.、L'event en lui-même est vraiment pas mal. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer en fait. T'es toujours vraiment、dans du blabla nécessaire et non pas dans du blabla、qui fait juste rallonger la durée de vie、de l'histoire. En gros, Cave, ouais. Cave. Oui. Big up à Cave, hein.On en a appris beaucoup sur Cave d'ailleurs. Soit sur lui-même ou même sur son père. C'est vachement intéressant. Pour ça, j'ai adoré découvrir la deuxième version de Layla. Oui, aussi. Ça, par contre, j'étais très étonnée. Je savais pas que Layla avait une double personnalité. Je pensais juste que, tu vois, elle s'endormait et puis pouf, tu vois. Ah, je m'attendais pas à ça.J'avais un peu peur parce que généralement, les events comme ça, c'est vraiment. Ils essayent de tirer sur la longueur.Mais là, pas du tout. Pareil, quand Aida est arrivée, bah, elle a dit pourquoi elle était là, pourquoi elle a demandé à Scaramouche, etc. Ça a avancé. Non, c'était bien. Ça me conforte un peu dans l'idée que les prochains scénarios, que ce soit quête d'Arcon, event ou quête personnage, ce que vous voulez, bah, ça step up en fait. Je suis un peu plus rassurée de ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir été là.Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis à la prochaine. Bisous à vous. Bye bye tout le monde. Bisous.